サンタのところ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 どうサンタです。家畜ね、今年バタバタと死んで、ドスンと来るわけですが、羊の話をしようかなと思います。羊ね、レイちゃん、最初に3頭余市町に、サグラっていうイタリアンレストランが去年一昨年かもオープン一昨年オープンしました。その時に、オーナーシェフの村井さんという方から、ここでちょっとお店で使う羊サウスダウンっていうね、なんか羊肉の王様と言われる品種をね、ちょっと買ってみてくれないかという提案を受けまして、その時にね、誤算だったのは電気柵で飼えるって言ってそれを鵜呑みにしてしまったんですよね。実際に絶対買えないわけじゃないけど、買うために羊を電気柵で買うためには、ものすごいきちんと調教しないと、小さい範囲でこうたくさん電気柵を触れれる面積を広げて紐でつないで、触れるか触れないかのところをの紐の長さにして、それをちょっとずつ広げていくって、かつ理想的なのは親がいて、親が電気柵を分かってて、それを子供に教えるっていうような環境づくりをしていかないとなかなか難しいっていうのがね、結果として分かったんですけど、まあ電気柵、馬はその時点でね、もうハムハム、ポニーのハムハムを電気柵で飼ってたんで、まあね、電気柵で家畜を囲えればそんなにね、餌と水だけやってれば手間はかからないのかなって思って飼い始めたんですけど、なんてことはない、こうむしろ頑張れば出れるってことをどんどん学んでしまって、どうにかして出ようとするんですよね。当時3頭飼ってて、まあ逃げたら軽く捜索に2時間3時間っていうようなのを年に、何回やって10回で済むかな、もう毎日創作みたいな日々で、柵を作り始めたんですけど、まあやっぱり急いでね、突然なんか人が手伝いに来てくれたこともあったんですけど、とにかくきちんとした柵が作りきれなくて、最後はね、こうまた紐でつないで買って、なんかそういう初年度、まあお肉にしたで、こう残ったのがレイちゃんで、レイちゃんはねサウスダウンじゃなくて、これまた家畜ね、僕が買ったんじゃなくてシェフが買ったんで、はっきりとした値段を知らないんですけど6万円くらいっていうふうに聞いてます。サウスダウンの去勢したオスと普通のメスか。で、レイちゃんは、フライスランドっていう乳幼種、乳を取る品種なんですけど、一緒にね、動画にもあるんですけど、車で取りに行って車に積んで帰ってきたんですけど、2頭積んで帰ろうとしたら、これもう1頭いるかい、これならサービスだよっつってね、サービスでもらったのがレイちゃんだったんですよね。で、お肉にならずにね、1頭うちに残って、で、まあ なんていうかな、飼育代として僕はそのレイちゃんをいただくっていうことでうちの羊になったんですけど、ね、こうちょっと家から離れたところに行ってたら遠くまで逃げちゃってたんですけど、家の周りで飼ったらあんまり遠出しなくて常に家の周りにいたんで、
最初の粘土はね、家の前に放し飼いにしてたんですよね。そしたら郵便屋さんがね、邪魔でこう車が出れないとかね、いろいろ、草木食べてほしくない草木までこうアジサイを食べたり、あとはブルーベリーの苗を食べちゃったり、こう放し飼いにしたら飼ってる方は楽なんですけど、予定外のこともたくさん起きちゃって、それこそハムハムと一緒にモルタル食べちゃったり、やっぱり囲わないとダメなんだなと思って、焦って建物を建ててしまった。こうようやく平たいとこができたんですけど、木材をこう軽トラで運ぶっていうのが大変でね、なんかどうしてもスケジュール、思ってたスケジュール通りに進まないんですよね。まあ、そもそもスケジューリングが甘いんだよな。今年はね、やっぱ年間予定表っていうのをきっちり作っていかないといけないなっていうのが、そして建物を建てると、それが、僕なりの供養かなと思って、今年励みたいなと思いますね。頑張るぞ。